対決サクサクセス実況36回目の今回戦う選手は天才バッターとはこの男のことを言うんでしょう。ソフトバンクの内川と対決していきましょう。内川の現時点の成績はこちらになってますね。相変わらず3割打ってますし、そして今季はね、ここ数年と比べると出塁率が高く3割8分もありますからね、相変わらずいい成績を残してる内川ですよね。あの2017年のオールスターの1戦目でも MVPを取りましたしね、そのバットは衰え知らずだ。2000本安打までももう少しというところまで来てますから、このまま順調にいけばもしかしたら、今季見ることができるかもしれないね。まあ間違いなくこの先怪我さえなければもう2000本安打余裕で超えて数字を伸ばしていく選手だと思いますのでね、やっぱこのパワープロでもねミート能力は相当高い上に、その上アベレージヒッターを持ってるからね。何割残してくんだよ、4割ありえんじゃねえか。初の4割見ることになるかもしれないね。いやまあそうなれば嬉しいけどね。まあ勝つのはちょっと難しい選手ですけどね、この天才バッターに負けぬよう今回いい選手を作っていきましょうぞ。今回作る選手の球団設定は内川同様ソフトバンク。持ち込みアイテムやはりミート強化カードはもうこれ絶対に必要になるわけですからね。内川に勝つのであればミート能力が大事だ。そしてもう一枚何を持ち込もうかな。やっぱ特殊能力じゃないですか。あれだけの特殊能力の数だ。俺の作った選手もかなりね、必要になると思いますので、この2枚かな。この2枚で内川を倒せるそんな選手を作っていこう。天才をね。レッツ対決サクサク。ステージ11やっていこう。おお、いきなり選手2人がいるが赤パネルに囲まれてるな。まあいいでしょう。ミートパネルもあるしね。さあ選手かも。誰だお前は。中村明ね。さあ総力7上げてくれたぞ。で、あの選手にも会っていかないと。こっち来てくれるかな。来てくれたらいいんだけどね。カモン、来てるね。お前ちなみに誰だ。背番号12って誰。高谷だ。パワー7。センキュー。いきなりパワーいい到達だぜ。おいーミートもいい到達だぜ。総力、パワー、そしてミート力全部いいか。トリプルスリーできる選手作れるんじゃね今回内川に勝つためにはそんな必要ないと思うけどね。やっぱミート力だからさ。で、ここではお化け1匹。1匹っていう言い方おかしいけど。まあ、1人と、選手だね。あ、お前そっち行くのか。カモン。誰だちなみに。ホンダか。総力7上げてくれたね。やばいな。ほんとトリプルツリー達成できるような、そんな選手が出来上がってる今。とんでもねえぞ。あ、もう最悪だ。そんなこんな言ってたらパワーと守備力が入れ替わるというね。まあ、守備はそんないらない。まあ、今、内川ファースト守ってますからね。今回作る選手もファースト起用の選手を作ってるわけだから。そんないらないんだけどね。まあ、このステージも終わりで OK でしょう。最悪だな。もったいないな。パワー入れ替わったのは痛いな。はい、ステージ3。お、宝箱あったな、今。で、戦車2人か。チヤホヤカード使ってる割にはそんなになんか出てこないな。もっと来てほしいんだけどね。こっち来て、逃げないで。どこまで逃げていく。あいー、青パネル追加来た、これでございます。センキューでございます。ならもっと強くなるでございます。サザエでございます。もっとだ。もっともっとだ。力はたくさんあった方がいいからね。特にミートはね。よっしゃ。結局パワーいい到達来たね。パワーパネル踏みまくってるからね。そら来るわな。あ、ちょっと待てよ。こっちのパワーパネルも踏んどこうか。よし。B の56。やべえな。で、あーん、肩力ノーノー、ファースト。いらない、いらない。ちょっと空気読んで欲しかったね。まあ、でも全体的に能力上げれたからよかったよ。さあ、ここからが本番だ。ステージ4でどれだけ強くなれるか。さあ、選手は ?3 人いるね。内川いねえかな。内川いたらアベレージヒッターもらえるんだけど。いや、まあ、必ずもらえるというわけではないけどね。いないね。かも。あんたは誰だ?パワー7上げてくれたね。センキュー。おー、タイル回復。よっしゃ。ただもうそろそろ彼も来るからな。そこは警戒だね。要警戒だよ。おー、特殊能力。盗塁シート、満塁男。かっこ本塁だかい。カレンやっぱ来たね。ちょっとどいてほしいな。待てよ。今まっすぐ行くとカレンに目つけられる可能性がある。こっち来るか。こっち来い。タイル現象最悪だ。こっち来い。あー、もうなんやねん、こいつの動き。腹立つわ、もう。はちゃめちゃすぎてね。全然ついていけねえ。今はめれると思ったんだけどな。もうこのステージも終わりだね。最悪だ。体力下がったのは痛いぞ。お前この能力では勝てない。もっと強くだな。最終ステージでいい奇跡が起こることを信じましょう。悪い意味の奇跡はいらないからね。それ奇跡って呼ばねえから。さあ最終ステージ、ミートパネルはちらほらあるが、うわー、お前ゴール周辺マイナスパネル固まりすぎだろ。ちょっと待って、これシャッフルだな。てか体力的にゴールいけるか、これきつくないっすか。回復パネル踏まないと無理だよね。とりあえずそこにあるんで踏んでいこう。はい、終わった。ゲームオーバー。ここで体力下がるなんてね。もうハテナパネルでの回復を祈るのみだよ。
おお回復、よしよしよし。あーでも彼に目つけられたね。これはまずいな。これは非常にまずい状況ですよ。おいまた回復、おいおいおい、だからカレンが来てんだよお前横によ。お前カレンにぶっ飛ばされたらこれ確実アウトだからね。悲しまり、よっしゃ、ありがとう、神はいた、神はいた、俺を救ってくれる神はいたぞ。まだ強くなれる体力回復だ。来た頃でございます、サザエでございます。再びサザエの登場だよ。お魚くわえた俺最高だね。宝箱来たぞまた、おいおいおい、おいおいおい。そしてもうカレンが出てくる心配もないからね。能力も上げまくり、パワー A 到達だよ。まだ宝箱ある。もっと強くだ、もっともっと強くだ。おい、野球マンの登場も来た。野球マンどこ？そっちに来る。オッケーオッケーオッケー。カモン。来なさい。あなた逃げるんじゃないよ。あなた逃げるんじゃないよ。来るんです。よっしゃ。守備力アップ。まあ、ここはね、葵ちゃんとかそっち系出てほしかったな。6度は守備能力上げてくれるからね。まあ、それはそれでありがたいんだけど。今、守備よりもやっぱ攻撃力だからさ。よっしゃ、選手もこっち来たね。えい、肩力7アップ。ほんで、パワーパネル踏んで。でも、ミートなんだよな。C じゃちょっときついんだよな。パワーはあるのはいいが、弾道もねえし。ミート力上げたいんだけど、体力的にはもうこれでおしまいということになるんだね。あー、もうしゃあないわな。終わるしかない。もう最後そこ補給パネル踏んで終わりだな。なー、ちょっと内川とは真逆な選手ができたというかね。内川よりパワーがある分、その分ミートが低めっていう感じだね。ね、謎の肩力 B の72。なんでファースト守ってんだよ。おかしいだろ。外野守れよ。ねえ、無駄な肩力だ。特殊能力もしょぼいし。まあ、でも、作れただけでもマシだね。絶望的な状態だったからね。あそこでうまくカレンをね、ストップして、まあ、ハテナパネルのおかげでもあるんだけどね。まあ、でも、このパワーを生かすための弾道もなければ特殊能力もないので、勝つとなればちょっと厳しい戦いになると思うけどね。まあ、作っちゃったもんはな、しゃあないので、これでいきましょう。これで内川を倒すんです。じゃあ今からオートペナントへ回して内川と対決していくぜ。僕の作った選手からオートペナントへ回していくよ。作った選手の起用法は打順4番ファーストでいきますのでね。内川も同じ起用法でやるわけだ。パワーはね4番としてかなりある、柳田以上にあると言ってもいいんだけど、やっぱ弾道だよね。そこがちょっと残念ですから。まあでもテラスがねありますから、あそこにホームランを連発してまあ、30本とか期待したいけどね。勝つためにやっぱそれぐらいホームランが必要になるわけだから、打率が多分そんな高くない分ね。まあ、でもいろいろ期待しましょう。自分の作った選手を期待しないでどないすんねん。絶対に勝つのは俺だ。よろしく。僕の作った選手、1年のシーズン、開幕。1年のシーズンが終了。僕が作った選手の成績、オープン、ダダダン、どんな感じ？まあまあまあ、打率はね、これくらいになるんじゃないでしょうか。まあまあまあ、打率はね、これくらいでいいんだよ。そんな期待してないから。ホームランだよね。2割7分7厘。まあ、予想通りというか、これくらいだろうなと。で、143ゲームに出場して、556打数の154安打。2塁打24本、3塁打1本で、ホームランは、どうだ？ 19 じゃねえか、お前。内川もこれくらい打ってくるぞ。お前、パワーで差を開けられなければこの対決勝ち目ねえだろ。少ねえな。まあ、弾道がこれだからね。弾道が3があればこれが一気に30、40あったかもしれない。で、打点81打点。得点圏打率2割4分3厘。で、得点が85、三振107でフォアボールが63個。で、併殺14と多いな。盗塁3つで成功率は3割3分3厘。で、出塁率、長打率は、出塁率が3割5分2で、長打率は4割2分6、OPS は7割7分8じゃダメだろって。どこに勝てる要素があるんだ。ファーストとしての OPS も低いくらいなので、あかん！全然いい選手ができなかったわけだね。やっぱ特殊能力もまともなものがないし。パワーがあっても弾道がないから、そこに理由があるね。で、守備では、エラー6個は多いよ。ファーストでこのエラー数はまずいね。ああ、やばいよ。やめちまえ、もう。いろいろやめちまえ、お前は。ほいでタイトルは取れたのか？まあ、この打力で、守備能力じゃ何も取れないわな。ベストナインはメヒアが取る。お前、西武独占じゃねえか。やべえな。投手からショートまで、サードまで全部取ってるね。で、ゴールデングラブも取れないね。中田が取った。その他タイトルは何も取れずか。当たり前だ。
もう内川に勝ってる要素が何一つとしてないよね。ホームランだけは唯一勝ってほしかったの。ホームランですらもこれ負けるんじゃないかな。19本ですからね。OPS では7割台。ソフトバンクにいられない人の OPS でしょ、これね。ファーストということを考えれば、この OPS じゃスタメンで出れないよ。マジな話。はぁ、もういろいろと残念だけどね、仕方がない。これが現実なのでね、受け入れましょう。僕の作った選手の成績はこのようになりました。じゃあ次は内川をオートペナントで回していきましょう。起用法は同じ4番ファースト固定でいきますのでね。能力をもう一度確認すると、まあ、ものすごく高いわけよ。よくよく考えたらパワーでもそんな勝ってるわけではないで、B の72とあるわけだからね。そしてこのミート力、アベレージータプラス特殊能力だからね。あれ勝ち目ゼロじゃね、ゼロじゃね、ゼロだね、これ無理だねってやつですね。あ、まあ、ほんともう全然勝てる気が全くしないので、何の期待もせずに今から内川をオートペダントで回していくよ。1年のシーズン開幕、1年のシーズンが終了。内川の成績オープン、ダダダン。おお、まあ、さすがだわな。これでも低いくらいで、あの能力考えたらね。うん、3割1分9厘と3割は打ってきたね。3割3分は打てると思ったけどね、以上はね。まあ、こんなもんなのか。で、143ゲームに出場して552打数の176安打。2塁打25本で3塁打1本、ホームランは25本、全部負けてんじゃねえか、お前。パーフェクトに全て負けているね。はぁ、25も打ってくんの、すげえな内川さん。その打率でこれやるね。どないしたお前、もう4番間違いなしだわな。何の文句もないわ。で、打点96打点、得点圏打率は3割0分7厘で、得点94、三振が102、フォアボール69個で併殺7、盗塁1つで出塁率は3割9分7厘、長打率5割0分4厘で OPS は9割0分1厘ということになりましたとさ。で、守備ではエラー2個、悪くはないですね。ということを考えればもう勝ち目はないというか、勝ってないですね。勝ってる要素まるでなし、全て負けている。人間性とか含めてね、全ての要素で負けです。さあ、内川さんタイトル取ったのか見ていきましょう。どうだ、まずはベストナイン、取り遣いメヒア。これでベストナイン取れないの悲しくない？ほんでゴールデングラブは中田が取ったよ。これおかしいな。その他タイトル、あのタイトル、あの成績でノンタイトルかい。マジで？ちょっと待てよ、お前メヒアじゃあどんだけいい成績残したんだよ。相当だぞ、あの対成績でね、ベストナイン取れないっていうのは。うわ、こっちも3割打ってて、ホームランは40やって、そら取れまへんね、これだけ打ってた。あ、文句なしです。申し訳ない、文句言ってたのがバカらしいね。さすがの内川、でもあれだけの成績を残したメヒアがいたらベストナインも取れねえわな。この成績でタイトルないのは悲しいですけども、まあでも十分なくらいにいいですからね。はい、もう見比べる価値はぶっちゃけないんですけども、まあ互いにオートペナント回し終えたので見比べていきましょう。こちらになりますね。まず打率ではもう余裕で負けてます。2割7分台と3割1分ですからね、勝ち目がね。ほんで唯一のパワーでは勝ってるんですけど、結果ホームランでは負けるっていうね、25本と19本でホームランですら負けている。打点も81と96でこっちの方が負けですね。打撃3部門で負けているのであれば勝敗は決まるようなもんだ。ただその他の数字も見ていくとね、出塁率は3割5分2厘と3割9分7厘。まあ、フォアボールの数がほとんど同じなので、まあ、もう打率の差が出塁率になってるってことですよね。出塁率の差を生んでるってことだ。で、長打率でも4割2分6と、5割0分4厘。OPS では7割7分8と9割0分1ということだ。で、守備を含めてみると、もう見比べなくてもわかると何度言わすんだ。実況36回目、天才バッター、内川と対決してみました。かは言うまでもなく、いや言わなきゃダメだけど、内川の勝ちということでよろしいでしょう。これで俺の勝ちはねえべ、全ての要素で負けているんだ。全部敗北です。人間としても野球選手としても。そんな対決になりましたね。まさか内川がこれだけホームラン打ってくるとは思わなかったね。25か、やっぱパワーあるし、特殊能力も盛りだくさんなんでね、これだけ打てるんだな。パワーでは勝てる勝てると連呼してた自分が恥ずかしいよ。残念な結果になりましたね。圧倒的敗北の前にも特に言うことはありません。内川が天才すぎたということだけですね。ちなみにこのパワープロで2000本アンダー達成したのかどうか見ていきましょうよ。どうだ、内川の2000本アンダーはパワープロでは、あ、達成してるね。2072まで数字伸ばしてるよ。はぁ、
まあ、ここで終わる男じゃないからね、もっともっと打ってくるでしょう。通算打率も今、このパープルでも3割1分1厘と乗ってる状態だからね。まあ、もう、内川に関しては2000本安打間違いなく余裕ですし、まあ、その数字を2200、300あたりまで、まだね、年齢考えたら伸ばせる可能性もあるし、まあ、通算打率もぜひね、これだけの、やっぱヒット打つ能力っていうのは長けてる選手なのでね、3割乗ったまま、やっぱ引退してほしいし、うん。まあ、引退することになるでしょうね、今の能力を考えればね。まあ、ほんとすごいバッターなんで、もう今季間違いなく2000本安打達成してくると思いますので、皆さんもぜひ注目してみてくれよな。オッケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりだ。次回の実況では、次は勝てるようにね、こんな差のある対決にならぬよう、ね、いい選手を作りましょう。これまでに対決したことない選手と対決する予定なので、お楽しみに。グググ、グッバイ、また会おう。